今コーチがいないんで、自分でもう動画を見ていつもとの変化を見て、まあ、自分が自分のスイングのコーチをやってるような感じですね。そうですね、まあ昔にテニスをやってたんで、どうしても右半身がちょっと強くて上から入りがちになる時があるんで、まあ、それを普段から結構僕素振りは結構するんで、練習場とかで結構左手一本で素振りしたりとかして、まあ、今回も素振りする時に意識したりして振りました。やっぱり球が目の前にあったらその球を打とうと思ったりとか、いい球を打とうと思うとどうしてもスイングがやっぱり崩れてしまうんで、まあ僕のスイングのその理想は実際打つときは素振りのように打つっていうので、そのスイングをしてそのスイングの中に一回に球があるから当たるというようなイメージで、あまり球を打ちに行くっていうイメージはないんで、だからそれをやっぱり少し注意するとしたら、アドレス構えたときにあまりボールをよく見すぎないこととか、やっぱりどうしても球をずっと凝視してしまうと打とうって思ってしまうんで、なんとなくというか、まあ普通にこの辺の視野を見るような形で球を打つっていう感じですね。あんまり球をぐーっと見すぎず、はい、気をつけてます。